はい、こんにちは、タッチーです。今日は先日、給油するドライブの動画を上げたらコメントをいただきまして、でシャープ R36 の、給油口の下にキャップを乗せるところがついてるということでコメントをいただきました。ですよ、もうパサート2年8ヶ月か9ヶ月乗ってるんですね。でですよ、給油も何十回もしてて、給油口の蓋にですよ、キャップを乗せるところがついてるかついてないかぐらいはね、分かってます。ついてません。いや、ずっと見て見てもらえば、この後見てもらえば分かるんですけれど、これペラペラの蓋ですよ。給油口の蓋なんてね、つけるところないです。キャップなんてね、置くとこう蓋についてないです。ペラの蓋がついてるだけですけど、で前乗っていたステージャーの方は、この給油口の蓋の裏にですね、こう付けたらキャップをこう付けたらついてるんですね。でもこれはもう何もついてないです。ただペラの蓋です。見ていただいて分かりましたでしょうか。はい、ということでですね、コメントいただいたんですけれど、結局キャップを置くところはありませんでした。はい、この動画以上になります。待って、この穴は何、この穴は、これはまさか、これがひょっとしてこういうこと。はい、というわけで2年半以上も乗っていて、給油口の蓋にキャップを置くところがあるのを知りませんでした。ちゃんとついてました。いや、知らなかったね。全然気づかなかったね。それではバイバイ。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。